私は小学2年生からカラスビシャク、スミレ、百日草などの植物の観察、実験をしてきました。その結果、カラスビシャクは種だけでなく、ムカゴという繁殖の方法や、スミレは春は花を咲かせますが、雪が降るまでに省エネモードになり、花は咲かせずに閉鎖花という種を作ります。百日草は折れても曲がっても太陽に向かって立ち上がる力を持っています。このように植物は繁殖のために、次の世代のために命をつなぐ努力や工夫を人間が気にも留めない間にひっそりと静かに頑張っているのです。また、私が住んでいる魚沼市は、熊や猿などが近年山から降りてきて、作物を荒らしたり、人間に危害を加えるなどの事件が秋になると増えています。タヌキは朝になると道路で車に轢かれて死んでいるのをよく見るようになり、カラスがつついているのを見ると、なんだか怖い気持ちになります。これは山の環境が変わり、食べ物であるどんぐりが不足して、お腹が減って里に降りてくるのだと思います。クマも、サルも、タヌキも、次の世代に命をつなぐために生きることに必死なのです。人間にとっても、クマに襲われたり、せっかくの畑の作物を食べられたら嫌な気持ちになるとは思うけれど、動物たちは、人間のように食べ物を育てることはできません。そうなのであれば、人間が山を育て、どんぐりや栗などの木を植えたり、増やしたりすることを考えてもいいのではないでしょうか。私は母の影響で環境保全やエコについても活動しています。家族で三つ星エコクラブを結成し、今年で7年目になりました。身近にできるゴミの分別、節電、3R などをコツコツ続けて、さらに小学生向けに地球温暖化防止活動の環境教室を開いています。壁新聞などでも読みかけ、たくさんの人に少しでも環境について興味を持ってもらえるよう取り組んでいます。姉はプラスチックに代わる素材の研究をしたいと、進路を決めました。私も植物の繁殖や山の環境を整えるような研究をこれからもしていきます。私は動物や植物の方が人間よりも未来や次の世代のことをすごく考えているなと尊敬します。私たち人間はこれからの未来、次の世代のために今どんなことをしたらいいのでしょうか。動物や植物とともに、これからも長く長くこの地球で暮らしていけるように話し合ったり、協力したり、力を合わせていけたらいいと私は強く思います。